先輩たちからの愛情やサポートもまた、岸くんの強みとなっています。彼が何かに挑戦するたびに、国分太一さんや二宮和也さんが、いつも優しく見守り、時には手助けを惜しまない姿勢が見られます。岸優太という名前は、近年、音楽シーンやテレビで目にする機会が増え、その存在感を高め続けています。彼の出演する番組の一つ、鉄腕ダッシュは、 特特ににファンにとっってて別な意味を持っていますここでは彼の成長や真面目な姿勢が随所に見られ、その人柄の魅力が視聴者に広く伝わっています。中でも昨年話題となった、スイカ事件は、岸くんにとってもファンにとっても忘れられない出来事です。昨年の夏、岸くんが精魂込めて育てたメガジャンボスイカが、収穫目前で自然災害により流されてしまったことは、彼にとって大きな挫折でした。 しかし、それを単なる失敗として終わらせず、彼の先輩である国分太一さんや二宮和也さん、そして、鉄腕ダッシュのスタッフたちが、その思いを引き継ぎ、さらに大きな形でファンに届けたことは、多くの人に感動を与えました。彼らは、岸君の努力を忘れず、次回こそは岸君と一緒にスイカを食べたい、という言葉を何度も番組中で口にしていました。その瞬間、テレビの前のファンも共感し、 涙を流したた人が多かったのです岸君が「鉄腕ダッシュ」で見せる姿勢はただのエンターテイナーとしての一面にとどまらず自然に対するリスペクトや真摯な仕事への向き合い方を強く示しています彼は自らの手で藁を敷きさらには独自のアイディアでビニール傘を用意するなど徹底した準備を行っていましたこれらの努力が視聴者の心を打つ理由の一つとなっているのですそして その姿勢が多くの人に愛される理由でもあります。太一君やニノが放送中に彼の名前を連呼していたのもその愛情と信頼の証であり彼らの仲間意識が強く感じられました。ここで注目すべきは岸くんが単なる後輩として愛されるだけでなくその存在が先輩たちにとっても特別な意味を持っているという点です。彼の努力やひたむきさは単に見せるためのものではなく 本当に周囲のの人々を感動させるものとなっています。番組を通して彼が育てたスイカが象徴するものは単なる成果物以上のものでありそれがファンにとっての感動的な物語へと消化されましたスイカが流された瞬間多くの人が彼の悔しさを共有しその後に続く彼の復帰を心から待ち望んでいましたそして「INZM」という曲も岸君にとって特別な意義を持つものです この曲は、ガン・ユータ、平野翔、神宮寺・ユータの3人が共に歌ったもので、彼らの友情や絆が込められています。この曲が、鉄腕ダッシュの先輩たちによって何度も言及されたことで、岸くんの存在感がさらに強調されました。INZM の歌詞やメロディーが、彼の人生の一部であるかのように、ファンや視聴者に深く響いています。そしてこの曲を通じて、 彼がどれだけ多くの人に愛され、支持されているかが改めて感じられました。また、岸くんが現在の忙しいスケジュールの中で、鉄腕ダッシュへの出演がかなわなかったことも、ファンにとっては大きな驚きであり、同時に期待を膨らませる要素となっています。彼の新しい挑戦やスケジュールの変化により、次回の出演がどうなるのかという憶測が飛び交い、多くのファンがその瞬間を心待ちにしています。 今回は都合がつかず、という言葉に、次回への期待が込められ、さらに多くの人が岸君の復帰を待ち望んでいます。岸君にとって、この、鉄腕ダッシュでの経験は、ただの仕事以上のものだったでしょう。彼がスイカを育て、その過程を通して自然や農業の大変さ、そしてその成果をみんなと分かち合う喜びを感じたことは、彼自身の成長に大きく寄与したに違いありません。その姿を見て、 視聴者もまた、自分自身の生活において何かを大切に育てることの意義や、努力が報われる瞬間の感動を改めて感じ取ったのではないでしょうか。そして、先輩たちからの愛情やサポートもまた、岸くんの強みとなっています。彼が何かに挑戦するたびに、国分太一さんや二宮和成さんが、いつも優しく見守り、時には手助けを惜しまない姿勢が見られます。これは、岸くんがただの、 後輩ではなく一緒に番組を作り上げる仲間として認められている証でもあります彼の真面目な性格や物事に全力で取り組む姿勢が周囲の信頼を勝ち取っているのでしょう視聴者の中には岸君が育てたスイカを実際に食べることが叶わなかったことを悔やむ声も多くありますしかしそれでも彼の努力やその過程が大切にされ 他の人々によって引き継がれたことに感謝する気持ちが強く伝わってきます。太一さんやニノが岸くんに食べさせたかったと何度も口にする場面は多くの視聴者の心に響きました。これは彼らがただの同僚以上の関係であり深い絆で結ばれていることを示すものです。さらに「INZM」という曲に込められた思いは単なる楽曲の枠を超えて キシ君や彼の仲間たちの成長と友情を象徴しています。この曲が再び注目され、番組内で取り上げられたことにより、ファンの中でも新たな興奮が生まれました。INZM は、ただのエンターテインメントではなく、キシ君のこれまでの奇跡や彼の周囲の人々との関係性を感じさせるものです。これらの要素が組み合わさることで、鉄腕ダッシュという番組が、 ににとって特別なな場所でありり続ける理由が明確になります彼の出演が叶わなかった今回もその存在感は決して薄れることなく多くの視聴者に強い印象を与えましたそしてファンは彼が次回の出演で再びスイカを手にする姿を心から期待しています来年こそは彼自身がそのスイカを収穫し太一さんやニノと共に笑顔で食べる日が来ることを誰もが願っています このように、鉄腕ダッシュでの岸くんの姿は、ただのテレビ番組の一部ではなく、多くの人にとって感動と期待の象徴となっています。彼の真面目さや努力、そしてそれを支える周囲の愛情が、この番組を通じて強く伝わり、ファンの心に深く刻まれています。今後も彼の活躍を応援し続け、多くの人が岸くんの成長を見守っていくことでしょう。そして、ガ優太が、 鉄腕ダッシュに戻る日を心待ちにするファンの期待は、ただ単にテレビでの再登場にとどまるものではありません。彼がこの番組を通じて培った経験、そして自然や農業への理解が、これからの彼のキャリアにも大きな影響を与えていくことでしょう。例えば、スイカ事件を経て、岸君は自然や時間に対する新たな視点を得たに違いありません。流されてしまったスイカが象徴するものは、 努力と結果が必ずしも一致しないこと、それでもなお挑戦し続ける大切さです。彼のその姿勢は、私たちが日々の生活で直面する困難にどう向き合うべきかを示しているかのようです。「鉄腕ダッシュ」という番組の特質上、ただのエンタメではなく、観客に対して実際の作業の過程や自然の力、チームワークの重要性を教えてくれる側面が強いです。岸くんのような若手が、 こうした場で先輩たちから学び、体験を重ねていく姿は、視聴者にとっても共感の源となっていることでしょう。そして、彼の純粋さとひたむきさが、番組内外での彼の評価を一層高めているのです。また、今回のスケジュールの都合で出演できなかったことがかえって、ファンや番組関係者の期待をさらに高めているというのも興味深い現象です。岸くんが次回にどんな役割で戻ってくるのか。 そそししてどんな新しい挑挑戦ににむのかそのかか可能性に胸を躍らせる声が多く聞かれます彼が再び「鉄腕ダッシュに登場することでファンだけでなく新しい視聴者層にも強いインパクトを与えることでしょうそしてこれまでに蓄積されたエピソードや思い出が次なる物語への橋渡しとなるのです特に日本のエンタメ業界において長く続く番組での活躍は 一種の象徴的な意味を持ちます岸君が「鉄腕ダッシュ」で培った経験や絆は彼の他の仕事においても生かされることでしょう。これまで彼が所属していたグループでの活動や音楽活動においても彼の性格や人間性が際立っていましたが「鉄腕ダッシュ」での体験はさらにそれを深めているように感じられます。これから彼が新しい挑戦をしていく中で自然やコミュニティとの関わり方、 努力と結果に対する姿勢など、多くの視点を取り入れていくことが予想されます。その中でも特に注目すべきは、彼が、鉄腕ダッシュの先輩たちと築いてきた絆です。国分太一さんや二宮和也さんといったベテランが、彼に対して寄せる愛情と信頼は、ただの仕事仲間以上のものであることは、番組中で何度も見て取れます。太一さんが、岸君に食べさせてあげたかったといった言葉には、 後輩に対する思いやりと同時に、彼の成長を共に喜び、支えたいという意志が感じられます。これは、岸君自身が彼らから多くのことを学び、さらに自分のスタイルでそれを受け継いでいく姿勢にもつながっているのでしょう。また、彼のファンも、ただ、アイドルとして岸優太を支持するだけでなく、その人柄や成長過程に深く共感し、応援しているのが特徴です。彼が何かに挑戦し、 それに対して真剣に向き合う姿勢はファンにとっても大きなインスピレーションとなっていますそして鉄腕ダッシュでの経験がその彼の人間的な側面をより一層強く際立たせ結果的に彼の人気を押し上げているのです